も、自炊教師の高橋です。このチャンネルでは、自炊したことない方や、料理初心者の方に向けて、見るだけで、ね、料理が作れるをコンセプトに、わかりやすくレシピ解説しています。なので、自炊がね、できるようになりたい方や、料理がね、うまくなりたい方は、ぜひチャンネル登録してみてください。で、今回紹介するですね、このトンテキは、これはね、お家でガッつり飯を食べたい方ね、おすすめです。作り方はね、すごい簡単なんですけども、食べた後のね、満足感がこれ他のおかずと全然違うんですよ。しかもね、こうトンテキソースと白米の組み合わせはもうこれね、反則級です。ぜひね、最後の動画を見てもらって作り方を覚えていってください。それでは作り方紹介していきます。作り方のね、工程なんですけど、まず豚ロースを切ってもらって、で、両面ね、焼き目つけてもらって、最後タレと合わせるっていうね、3ステップで今回は作っていこうと思います。ではね、材料の方がこちらです。まずね、豚ロースで、これがね、ニンニクで、オリーブオイルで、ケチャップ、料理酒、砂糖、ウスターソースですね、あと醤油とチリペッパーを使います。で、これの他に塩と胡椒と薄力粉とね、仕上げ野菜使っていきます。まずね、豚ロースをグローブのような形にしていきます。まずね、豚ロースはここにね、大きい筋があるんで、ここをね、筋切りしていきます。だいたい片面にね、5箇所筋切りしてもらえれば大丈夫です。こんな感じで包丁を刺してもらって筋切りします。こんな感じですね。反対側の面もこんな感じで筋切りします。筋切りを行うことで、焼いた時に肉がね、縮まらないで綺麗に仕上がるんですよ。筋切りができたらね、だいたい3箇所こんな感じで下にね、切り込みを入れて、グローブのような形にしていきます。グローブのね、形にすることで、ここにタレがね、よく絡まって美味しく仕上がります。下処理ができたら塩と胡椒を振ります。まず塩、胡椒ですね。これ両面やってください。味付けができたら、だいたい大さじ2ぐらいのね、薄力粉を敷いてもらって、豚肉にまぶしていきます。こんな感じにね、まぶせたら OK です。次はね、ニンニクを切っていきます。ニンニクはニンニクチップにしたいんで、少し厚めに切ってください。こんくらいのね、厚さに切ってもらえれば大丈夫です。そしたらね、早速焼いていきましょう。フライパンをね、温めてもらって、オリーブオイルを入れます。で、オリーブオイルはね、温まったらニンニク入れていきます。ニンニクは色がね、変わり始めたら一気に色が変わるんで、焦がさないように気をつけてください。こんな感じにね、きつね色になったら一旦フライパンから取り出してください。次にね、この油を使って豚ロースを焼いていきます。うわ、めっちゃうまそう。やば、これめっちゃうまそうなんだけど。両面いい感じにね、焼き目がついたら余計な油を拭き取ります。そしたら最後、ソースを作って合わせていく。まずケチャップ、料理酒、砂糖、ウスターソース、チリペッパー、間違えた、やべ、醤油ですね、醤油、さっきの醤油です、ごめんなさい。で、チリペッパーですね。調味料を入れたら、全体にね、味が馴染むように混ぜてください。やば、ちょっとめちゃめちゃいい匂いするんだけど、これ。こんな感じにお肉とね、タレがよく絡まったら盛り付けに入っていきます。まずね、サラダを盛り付けて、そしたらお肉を立てかけます。うわほー、うわ、色やば、めちゃめちゃうまそう。最後にね、一番最初に作ったニンニクチップをのせます。じゃあこれでね、トンテキの完成です。自炊の教習所。では早速いただきます。今回のね、トンテキはマジでうまそう。やっぱりこういうのは一口でガブっていくのがね、一番うまいと思うんで、ちょっとそれでいってきます。うまい。うわー、ちょっとソースめっちゃついてるやつ。
今回のソースはね、全く一緒ってわけじゃないんですけど、イメージ、マックのね、バーベキューソースみたいな味がするんですよ。まあ、それにちょっと似せてね、作ったんですけど、このソースと、トンテキ、優勝！なんで俺ご飯炊いてないの？マジで。うわ、ミスったー。これご飯と一緒に食べてください。マジでうまいです。こういうレシピが知りたいとかね、こういう料理がね、作るようになりたいとかあれば、ぜひぜひコメントしてください。もう速攻で作ります。ではね、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。